皆さんこんにちは。8月30日に発売するナルトトゥーボルト忍びストライカー、今回はですね4対4で対戦をしていきたいと思います。陣取り合戦と激破戦をプレイしていただきます。はい、2つも一気に見られるんですね。そうですね、はいはいはい、まあ我々 V ジャムチーム2人しかいないの で、開発の方から6名加わっていただいて4対4 で、ね、開発の方が4人ってめちゃめちゃ最強じゃん。だってゲーム作ってるんですよね。まあ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 。さすがにそれを今すぐやるってなると多分勝てないんで、ちょっともうアドバイスが欲しいんですよね。そこはもうご安心ください、はい、私がねしっかりと2人のサポートしますんで、アドバイスをさせていただきます。音は、はい、開ける気がしねえ。はい、はい、ではじゃあもう早速ゲームの方スタートしちゃいましょう。そうですね、先ほどね、忍術の設定を実はですね全開放した状態で設定していただきました、うん、結構ね、はい、種類があったかなと思うんですけど、そうですね、うん、すごい悩みましたね。どの技使うか、はい、うん、好き放題設定させてもらいました、うん、なんかかっこよさそうだからこれみたいな、これ強そうとか。さあ行きましょう、真剣勝負です。まずは陣取り合戦のルールの説明をさせていただきます、はいはい、フィールドの中にですね3つの拠点があるんですけども、はい、その拠点をこれかな、2つ以上確保したチームにスコアが入るという仕様があります。そんで、行くだけでいいのかな。確保しますね、行くだけで。C 地点だ、でも C 地点ちょっと落ち着いたから。あ、本当だ。あ、そうですね、いいですね。なんかここで楽しんでいただいて、さあ、B を取ったチームにスコアが入ります。 B どこだ。はい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 、行きます行きます。はいはいはい、さあ確保しましたね。でそれぞれの拠点を守りながら、じゃあここ守ればいいんですよね。そうですね、守ってください。取られたら取られないようにして、あ、後ろから来てる、後ろから来てる。着席、うわー、さすがに飛ばされた。あ、いいですいいですね、いいですいいですよ。こんな感じでさあ、それぞれの役割に変化する。あ、なんかね、緑色のオーラは何？はい、これ癒しの方の仲間がですね。なるほど、癒してくれてる。おっと、ただね、爪の方は防御力が低いので、そうなんだ。あ、結構癒しの方と一緒に行動したりとか。そうです、そうです。おお、ありがとう。そうですね、拠点を離れてしまうと、あ、離れてしまうと、そうか、ダメか、手薄になってしまいます。なるほど、じゃあでもこの隙に C 攻めてもいいですか。そうですね、あれ、確かにこっちいないな。あ、やばい、まずまず、なんだなんだ、え、なんか、あっち取られそう、あっち取られそう、なんか来た、やばい、取られちゃった。ちょっと取りに行かないと。そっか、ここで C 守りすぎてたから、ね、B 守りすぎてたから、ま、非常にまずい、手薄になっちゃった。あ、まずい。基本的にはですね、数的有利を作るというのになります。なので、単独行動すると倒されやすくなってしまいます。まあ、敵を倒すことが、勝敗ルールではないので、そうか、そうですよね。今スコアがね、ちゃんとちょうどもらせんが当たったかな。あ、なんか、なんか守ってる、三将王、三将王、三将王が守ってます。あ、やった。じゃあこれは今 A がすごい熱い激戦区なんで、その隙に C に行くんじゃ。あ、確かにね、ちょっと逃げよう。あ、ここで来てた、よしよしよし、やったやった。なんか意外とこの回復ありがたいですね。意外とというか大事。あ、まずい。うわー、あ、なんだなんだなんだ、これこれなんだ。うわー、まずい。2人で、2人で寝るな、寝るな、寝てる。まだまだ春ではないとか、そんなに。やばい、これまた固まられてる。うわ、2つ制圧式と制圧すればスコアが入ります。はいはい、時間稼ぎもまた取られましたよ。まずい、でも追っかけてくる、追ってか、追ってか、追ってか、すいません、すいません、すいません、1人で行っちゃった。ちょっと焦っちゃうな。そうそう、仲間を切り替えてダメですよね。基本ロックオンしておいた方がいいですか。わあ、こっちを飛ばすって決めたらロックオンした方がいいです。まずい、あ、まずい、あ、やられてしまった。あ、アバター選択できるんですね。できます。じゃあちょっと、そうですね、バランスを考えて。そっか。これ、あ、今味方の情報が出てるんですね。そうですね、守りの方がいないです。あ、じゃあ僕、シャノ、あ、いない方、僕、あ、シャノ方、シャノ方、見てください、かっこいいですよ、逆手持ちの方の、あ、そういう場合じゃないか。あ、深いとこ落ちるとこ落ちるとこ。これ、うおー、ジェットコースター、これ何すればいいですか。移動だけ。はい、かなり来るんですね。おお。上からどんどん。あ、上から攻撃できると。あ、これ気持ちいいな。あの方だから基本近づかないで遠距離から。そうですね、遠距離から動かしてるか。三角ボタンの強攻撃ができないかと思います。おー、ほんとだ。そうですね、うわー、なかなか。よしよし、お、感じしてる。お、やった。ちょっと消えらせんな。バトル中になってますけれども、はい、陣取りだ、陣取り、そうそうそう、敵を倒すことではない。ちょっと B に行こうかな、行けばいいのかな。 C がまずい、C が取られる。
あ、違うよ。 C は今仲間がこれコナンとか敵も、ね、敵も行ってる。そうですね、今攻防つっ、あ、しまった、こあ、まずい。あ、でも点点じゃない。あ、なんだこれ。あ、でもこれ寄せの術です。18秒、これ勝ったんじゃないですか。勝ちます、これも勝っちゃう。あ、でも今敵だらけだ、これまずい。一応これ延長戦もありますからね。あ、まずい。あ、奪われた、奪われたけど一つ回復したい。あ、追ってた。おお、 S ランクだ、やった。こうやって評価ですね。多分割と最初だったんで、まあ、忖度していただいた感じが、まあ、それだいぶ伝わりますね。ありましたね。正々堂々勝負だ。力を示す時だ。はい、で今回は撃破戦、戦力ゲージを削り合うというような、バス定量戦力ゲージが削られると残機表示に変わるんですけども、残機表示になったらですね、あと、まあ、4回仲間が倒されてしまうと、負けになってしまいます。まあ、いかに倒されないか、そしていかに相手を倒すのかということを考えながら戦っていただくことになります。なるほど。誰守ろう。これでも基本どう、これバラバラよりやっぱ固まってた方がいいんですか。そうですね、ツーマンセルじゃないですか。これツーマンセルがいい、はい、で守りと癒しって固まっちゃ確かに良くないんじゃないですか。今回ですね、はい、なんですけども、巻物とか、巻物、はい、巻物を取るとチーム全体にいい効果が現れるとします。さあ、癒しの方はね、あんまりこう、はい、戦いに参加しない方がいいわけですね。あ、はい、なるほど、逃げよう逃げよう。あの回復をまく、うん、味方の回復をと意識する。あ、今減ってる人のところに行けばいいのかな。水を地固めは回復フィールドを作る技なので、はい、あ、どこでもいい、はい、どこでもいいです。じゃこの辺に作っちゃおう、行っちゃいましょう。これですか、はい、ここでいると回復できる。あ、本当だ、みんなここですよ。あ、そうです、いいです。あ、本当だ。あ、でも全然当たらなかったっす。さあ、浅野さんもちょっとやられてるんで、回復フィールド入った方がいいです。あ、これか、この緑色の。あ、終わっちゃった、やばいやばいやばい。もう一回。なんかもう何も見えない、何も見えない。さあ、水流地固め、危ない。あ、やられてしまう。さあ、相手もね、回復されないようにどんどん。あ、やられた、やられちゃいました。こういう時に逃げた方がいいですか、基本やっぱり。そうですね、あー、やばい、はい、あ、これ体勢を立て直して、やられ、自分だけが回復するために回復 し、 あのしてもいい、してもいいです。あ、じゃあここで一回倒されないことが。なるほど、そっかそっか、そっか、ここやられるとゲージが減るんです。そか、減っちゃうから。あ、なるほど、これで、これで。そうですね、みんな。さあ、佐野さん、どうですか。お、いた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 、ありがとうございます。すぐ回復してる。桜飯、よし。あ、しまったしまった。もうちょっと後ろにいて、例えば煙玉を使ってその間に肉弾戦車みたいな。あ、そうですね、そういうのは、そういう組み合わせとかで、はい。おお、あ、ガード使った方がいいですか。そうですね、ガード使った方がいい。ガード使った方がいい。うわ、まずい、非常にまずいです。うわ、奥義が使える。 あ、そうか、奥義を使えるのか。奥義、奥義、奥義、車の方に変更していいです。はい、やった、やられてしまってる。で、負けて、うわー、でもボッコだ。集中ドラゴン、集中ドラゴンやってるんですね。おー、今回復回復。ドラゴン、浅田、行け。ドラゴン、集中ドラゴン、自動で統一する。これ三勝王は敵ですよね。三勝王敵です。三勝王攻撃できます。できます。あ、でも本当だ、できる。三勝王は、うわー、でも、はい、ダッシュ。あー、取られちゃいました。まずい。え、敗北まであと4人。あと4人。さあ、どちらが出すのか。本当、癒しの方結構重要です。重要ですね。ここで、えい。はい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 、変なところで打たれちゃったから。あ、これ主戦場でいいんですか、こういう、癒しのフィールドを作るとこって。あ、そうですね、回復しやすいのを作ったり。ただ自分がやっぱ狙われてしまうので。あ、なんか警護席がありますね。うわぁ、うわぁ、うわ、こんな大ダメージ受けるんだ。あ、癒し、誰か癒し、癒しが欲しい。あ、やばい、癒しもありますよ。ありますよ、あ、ありますよ。あ、よしよしよし。あ、カムイト、そうでしょ。あれ、あれ、カムイトって本当一撃じゃないですか。一撃です。強すぎでしょ、なんかまとめて2人やられてた気がする。2人やれましたね。やばい、癒しの方で1対2は無理だ。あ、無理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 。あった、おお、知らないうちに、知らないうちに仲間がね、仲間が最後の仲間があってました。仲間が実質 V ジャンプは何もできてないできてない。なんかとりあえず回復フィールド置いていてない。するっていう。おっとおっと、はい、そこが B ですね。私
非常に恥ずかしい。そうですね、回復とかもちゃんと使ってます。あ、でも僕やられた回数ゼロだ。そうか、サポートも大事ってことですね、これで。そうですね、はい、ちゃんと評価されるよっていう。なるほど、はい、ということで、はい、まあ、ギリギリなんとか勝てましたね。勝てましたね。まあ、最初の方はどうしても単独で突っ込んでたんですけど、うん、まあ、後半ちょっと意識し始めて、はい、なるべく近くの仲間と一緒に行動するようにして、はい、連携がね、そうですね、はい、こうどんどん攻められてくるんですけど、まあ、仲間がいると回復したりとか、そうですね、守ってくれたりとかできる、はい、仲良くカバーし合うことができるので、タイミングがすごい重要でしたね。はい、ちゃんとこう仲間の、まあ、位置とか仲間がどういう行動してるのかってことをね、うん、見たり、あと想像したりしながらね、うん、そうか、なるほど、はい、こっちは手薄、すごい人が集まってるからあっちは手薄だろうとか。そうですね、ここまで全然考えられてなかったですね。ですね、自分のことでいっぱいいっぱいでしたね。もうちょっとじゃあ余裕というか冷静さを持ってやると良さそうですね、うん、はいはいはい、じゃあ次はですね、はい、鳩取合戦と結界攻防戦を、はい、遊びたいと思いますので、はい、そちらでね、チームワークを見せていただければと思います。はい、じゃあ早速次の動画行ってみましょう。行きましょう。